いろんなものがあります。それでホームページでこういう顔の売却リストを何ページもあります。しかし、ここに載っていないものがある。下の町に慶応病院のすぐ近くに東電病院がある。この東電病院は敷地5,431平方メートル、約1,700坪です。建物は7階建て。資産価値は収益還元法でやると122億円になります。で、この病院の特徴は社員だけの病院であって、普通の人はその病院でかかることができない。つまり健康保険が適用できないし、社員以外の人間はその病院で見てもらうことができない。そしてその病院のベッド数は113許可されている。で、東京都では3年に一度医療法に基づいて病院の監査をやります。で、今回東京病院を立ち入り検査したところ、113床に対して稼働しているのは20床に過ぎない。3年前に192床許可されていて、あまりにも稼働率が低いし110歳にした。さらにまた3年前から今113だと言われますが、たった20床で、これからもこの病院は社員だけの対象に変身するというの。こんな今当面は公的資金が入っている時に、この病院をまだ東電からお金を投入して運営し続けるとしたら、とんでもないことであり、同時にこの現場医学部に一緒に作った愛的サービスになぜここに入れなかったのか、この問題について明確にお答え願いたい。で、勝方会長にお尋ねしたいが、日本原子力発電の株主総会で非常勤の社外取締役に再任されるのは6月29日だと聞いていますが、確かに当時は社外近く日本原電に出資してますが、しかし当電とやっぱり勝方会長はここで一切関わらず身をきれいさっぱりと引くべきではないかと。何で言ってましたんだ。現在の株主総会では東電の再建のためにまずやることは勝方の自由じゃないか。投資は10万円が少ない。いや、少ないとか多いという問題じゃない。お前がいる限り、東電はダメなんだよ。新しく東電が生まれ変わるときに、やはり、なんでやめないんだ。きちんと、今までの勝方さんがいらっしゃると、なかなかそういかないと。やめない理由を言ってみよう。自分がすごく有用だと思ってるのか、俺がいなかったら、東電が潰れると思ってるのか。しかし、この才能というのは、やっぱり西洋史が出たりするだろう。つまり、あるいは専用の学部分社でもいいですが、そういう社用であるということをやはり、この社はやめるべきではないか。そうだ、そうだ。そして、今日大学の高校大学でいうと、志望神戸和彦氏や、会社に高尾氏など、会社の外から取締役会に入ってですね、新しいガバナンスに切り替えるわけです。本当の東電の再生を考えるならば、旧経営陣である勝俣さんは、やっぱり勝俣さんは勝俣さんじゃないですけど、その勝俣さんがやっぱり身を引くということが重要ではないか。やめて、この態度を失礼。
下の代表の人に当然病院が入ってない。こう普通の病院でも、例えば、なんとか病院という会社の名前について病院がありますけど、それみんな普通に健康保険の普通の人が入れる時代になってるんです。しかし、いまだに当然は、当然の社員しか、しかも OB まで全部その病院で、当然の OB も OB は入れる、普通の人は入れる。こんな病院があること自体が意識大学になっていないということなんです。直ちにその売却するなり処分の仕方を示していただきたい。以上になります。